こんにちは、速稼塾の久保です。今回ですね、Google マップの方からメッセージが来まして、写真の新記録を達成したということだったんで、一体何事かなと思っていただいたメールを開いております。まずですね、私が投稿した写真の一部なんですけども、5月3日つい3、4日前ですかね、1週間ほど前ですか、いつも使っているスーパーのエブリーっていうところの投稿したんですよ。いつも使ってるエブリーと言ってましても、これがですね、いつも使う通常の店舗ではなくて、ちょっとたまたま遠くに足を伸ばした時に駅屋店っていうのがありまして、そこに、お邪魔したんですよね、買い物に。その時についでだから、同じエブリーでも別店舗取っとくかみたいな感じで取ったんですよ。で、そうするとこの画面が来たのかなってところですよね。まずは一通り見てみましょうか。写真の閲覧数、最近の増加数が158,900回ということで、合計で2100ビューということになってますね。で、口コミの高評価数が3ということで、合計433で、閲覧回数が3万回に達した写真が以下の2枚です。鳴海っていうお店と町の洋食屋さん。この町の洋食屋さん、先日行ったばっかりだったんですけどね、もう3万人の方が見てくださってるんですよね。鳴海はもうすでに何年か経ってるんで、このぐらいアクセスがあってもしょうがないと思うんですけども、いやー、だからね、投稿する写真によってはこういう風に一気に数万回っていう風に、私 YouTube 普段やってますけど、 YouTube でね、1万再生なんてほとんどないんですけども、 Google マップってすぐにね、1万とか2万とかって閲覧数がこう出るんですよね。次、閲覧回数2万回のものですけども、ご覧のように、まあ、2つの焼肉屋さんとスーパー、これがね、もう2万回になってますよね。で、1万回は海老蔵っていうお弁当屋さん、それからほおずき亭ね、これはお好み焼き屋さんですね。桜堂っていうのは入ったこともない店ですけども、通りすがりにパシッと1枚だけ撮ったんですよね。その通りすがりに撮っただけでも、インスタグラムはよろしく1万回以上のビューになってるわけですよ。で、最近の私の投稿ですけども、こういった感じです。スーパーエブリー駅屋店の投稿してますよね。で、あとウォンツですね、ドラッグストアのウォンツ、それから夢タウン茨っていうところ、これ普段使ってるスーパーの感想ですからね、皆さんにもできることだと思います。夢タウン、ピノッキーランドということで、5月1日は3投稿してますね。で、5月3日は2投稿してますね。投稿数やっぱり素晴らしい。22日の4月30日は確かに広島空港行きました。なるほど。で、こちらの方で投稿写真を確認っていうボタンがありますんで、まあ押してみましょうか。はい。出ないですね。出ましたね。ああ、なるほどね。地図が出ていて、投稿写真はこちらの方に出てますね。こういう風にですよ、出てますね。これ昨日行った焼肉屋さんの写真だ。で、エブリーの駅屋店っていうところとかね、これもそうですね。写真がかなり見られてますね。一写真一写真あたりのビューが出てますけど、1530回とか、こんなカゴが並んでる写真でそんなに見られてますよ。あとは車とか店構えとか、10回とか20回、100回には至らない写真ばかりですね。で、車があったり、まあいろいろですね。はい、まあこういった感じです。はい、まあ今回お知らせするのはこのぐらいですか。まあどうってことないんですけどもね、いろいろと喋ってみました。まあ、8500回の写真。私が今まで投稿した写真が8500万枚あるってことかな。これなかなかすごいですね、8500万枚の写真投稿。まあ1万回目指していってみましょうかね。すごい Google マップ楽しいですよ。以上です。